夢とは一生なくてはならないもの。やっぱりその夢を追いかけている自分がすごく一番輝いているなっていうふうに思うので、こう夢をなくしてしまったらこう自分が自分でなくなってしまうっていうぐらいすごく大きな存在なので、ずっと一つの目標だった夢を達成してもまた次の夢を見つけてどん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 こう進んでいきたいなっていうふうに常に思ってます。筋トレをしてから、筋トレを始めてからもうずっと風邪ひいてないですね。もう何ヶ月もひいてないです。やっぱりその基礎代謝というか体力って大事なんだなって思います。ボイトレも通ってるんですけど、歌い方だったり声の発し方というよりは今は発声方法にこう重きを置いて、いろいろ発声を変えるとやっぱその声の出し方も変わるというか、それをすごく今実感してます。同期にも AMG さんの卒業生の子が何人かいたんですけど、やっぱりみんなすごく基礎がしっかりしていらっしゃって、とにかくこう真面目に物事にこう取り組んでいるっていうイメージがすごく大きかったです。声優になりたいって人本当に多いじゃないですか。めちゃめちゃ最近は前よりもどんどん増えてってると思うんですけど、まあその多い数多い中でもこう負けずに諦めずにやっぱり最後まで頑張っていってほしいなっていうふうに思います。夢を夢で終わらせない。